佐藤式リンパケア考案者の佐藤です。今日はですね、化粧水キュレルを使ったリンパケア方法についてお伝えいたします。これでリフトアップするんですか？そうですね、まあ基本的には我々のケアって何も使わなくていいっていうところなんですけど、滑りが悪い人が結構いるので、どうしたらいいかって話をよくされるんですけども、化粧水だったら何でもいいです。で、前にあのシートパックのやつがあったんですけども、シートパック使っていただいて、シートパックの上からでも構いませんし、もっと手軽にしていただくっていう風になると、こう滑りをよくしていただいてっていう形になります。乾燥でサササッとできる人は結構いいんですけども、これでもしっとりさせた方がいいっていう形なので、キュレルっていうのがすごく手軽で、成分的にも敏感肌にも使えたりもしますので、人によって敏感肌でもあのダメな人もいますので、それぞれ自分に合った化粧水でやっていただければいいというお話になりますので、ぜひ自分に合ったものを自分で探していく、そういったことをいろいろやってると、皆さんね、いっぱいあるじゃないですか。我々のケアでもいろいろなケアがあって、いろんなグッズがあって、何を使ったらいいか分かんないっていう人がいるんですけども、いろいろやってるうちに自分に合うものが分かってくるし、いろいろやってるうちにどれがいいんだか分かんないんだけど、なんか良くなってくるっていう風のがありますので、その中で自分がとても一番いいものが分かるように、自分の体感として分かるようになってきます。最初は分かんないです。だからいろいろやってみましょうなんですよ。どれがいいんですかって言ったら、それはあなた次第ですよっていうお話になりますから、自分に合う方法を自分で選択する、そのためにいろいろやっていただくっていう形でいいと思います。割と今紹介しているものに関しては、自分でやってみていいなって思うもの結構ありますので、ぜひやってみてください。このキュレルね、いいなっていうふうに思ってます。じゃあこのキュレルと、この動画で紹介しているセルフケアを組み合わせるっていう、そういうことです、そういうことです。でどんな風にやっていくんですか？まあ普通に耳たぶ回しからやってって、耳たぶの裏、そして耳のエッジですね、耳をつまむんじゃなくて耳のエッジをつまんで、肘をくるくるってこう1センチぐらい、ここ1センチぐらい回すだけで揺れが耳たぶに伝わります。回転の揺れとして伝わりますから、それを感じる。ちっちゃくやるとこういうふうに揺らそうとするんですけども、ゆっくりです。 1,2,3,4 ちっちゃいんだけどゆっくりです。なぜかみんな弱くとかちっちゃくっていうと必ず早くやろうとするんですけども、やめていただいてゆっくり 1,2,3,4 ですね。ほっぺを 1,2 あ、これは滑らないっていうことであれば20センチぐらい離してシューッとやっていただくという感じですね。そうすると2,3,4ですね。耳たぶをくる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 、下顎前に1,2,3,4、横に1,2,3,4、いい大きい奥あで、早すぎるっていう人がいるんで、まあ倍速をゆっくりしてみてください。早い人はゆっくりで自分のペースでいいと思います。ちょっとゆっくりめにやりますね、今度はね。耳たぶをくる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 ですね。ほっぺを1,2,3,4、耳たぶをくる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 、下顎前に1,2,3,4、横に1,2,3,4、いい大きくあ、もう一回ですね。耳たぶをくる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 、ほっぺをちょっと滑りが悪くなったので、もう一回いきますね。シュー、でも、もうたっぷり使っていただければ、シュー、耳たぶをくる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 、下顎前に1,2,3,4、1,2,3,4、いい大きくあーですね。側頭筋からやる1,2、この1のラインですね。2のラインは2のラインですね。頬骨からエラーなので、みんな結構ね、斜めになりがちです。筋肉に対して垂直な感じですね。これで1,2,3,4ですね。口角もここに対してこう撫でますから、これに対して垂直な感じで1,2,3,4ですね。これも垂直な感じで1,2,3,4で、首で1,2,3,4,5,6,7,8です。これは3回、1,2,3,4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 ,5,6,7,8ですね。で、手にもピピピピってやってあげるとより滑りやすくなりますので、こんな感じで、まあ、適当に湿らせながらやっていただくと、まあ、結構消費はするかもしれませんけども、どんどんしっとりしてくるとそんなに消費もしなくなってきますし、オイルなんかも別に構わないんですよ。洗顔後にこういったケアを
していただくと、まあ、めっちゃこうパーンと貼ってですね、最後こうこうですね、これでピューッと持ってきて止めて123ピューッと止めて123ピューッと止めて123ピューッと止めて123でピッ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 って言って、これでパーンと貼った状態で、え、何、皮膚が集めて、そう、全部こっからこっからこっから集めて、ここの裏でキュッと止める感じですね。裏側で止めます。裏側でこういうふうにパーンと貼った状態にするという、そうです、パーンと貼った状態にして、こっちがキュッと上がった状態にして、でやってあげるとこうすごい上がってますね。キュッと上がった状態になりますので、しっとり維持されるという感じになります。この化粧水とリンパケア組み合わせることで、うん、化粧水の浸透も先生良くなるんですか？そうです。肌っていうのは排泄器官なんですけども、中のリンパっていうのは流れることによって水を引っ張ってきます。高級な化粧品使っていただくとめちゃめちゃ効果上がるんですよ。リンパケアやると化粧品いらなくなるって人がいっぱいいるし、安い化粧品でいいっていう人もいっぱいいるんですけども、リンパケアをやると高級なめっちゃ効果のある化粧品、やっぱり高いものっていいんですよ。そういったものっていうのは肌が分かるようになります。逆に言うと、リンパケアしてないと化粧水って浸透してないんですか？浸透してないです、そうですよ。そんなだってシワの上からシワの奥届かないじゃないですか。あ、確かに。ね、パーンと貼ることによってシワの奥まで届くようになりますので、浸透して保湿もされますし、中からどん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 自分の天然の化粧水も出てきますから、呼び水になる感じですね、どちらかというと。すごい、インストラクターの方でなんか肌の水分量が 60% とか言われて、 60% で化粧会社の記録を更新したっていう人がいて、機械が壊れてるんじゃないかって言ってすごい、ね、普通は 40% ぐらいしかならないのにすごい高いですっていう人がいるし、もうしっとりいたしますから、まあこういったものも使ってもいいし、なんだったら使わなくてもいいですし、いろいろ自分に合った方法を試していただくととてもいい感じになりますから、ぜひやってみてください。今日の動画いかがだったでしょうか？今日の動画ね、良かったなと思ったら高評価ボタン、ご質問とか感想などありましたらコメント欄の方によろしくお願いします。チャンネル登録がまだの方、チャンネル登録よろしくお願いいたします。